日本が購入する戦闘機にアメリカが関わらないのは異例というより異常ですが、アメリカは第6世代戦闘機の航空システムで無人戦闘機の開発を急いでいるようです。なのに、日本はまだ有人戦闘機開発か？と呆れているのか、ロッキード・マーティン社は日本の次期戦闘機開発に消極的のようです。簡単に言うと、アメリカ国内用の戦闘機製造に忙しくて、日本のものにまで手を出す余裕がないということではないでしょうか。では、今回は日本の次期戦闘機開発について見ていきたいと思います。アメリカと共同歩調が取れないなら、他の国を探すまでというわけでしょうか。日本はイギリスに声をかけたようです。日本とイギリスは、これまでも、レーダーシステム、ミーティアミサイル、高性能センサーシステムなど、共同開発や研究も行っています。2022年12月、航空自衛隊の次期戦闘機について、防衛省は、現在使用している F2 戦闘機の退役が2035年頃と見込まれていることを受け、日本、イギリス、イタリアの3カ国で、共通の機体を共同開発し、退役時期に合わせて配備を開始したいとしています。これまで、海外の協力企業については、アメリカ、イギリスのどちらか、または2国との技術協力が検討されてきました。具体的には、アメリカのロッキード・マーティン社、ボーイング社、イギリスの BAE システムズ社の3社で検討が進められてきたのです。防衛省は、日本の三菱重工業の技術開発をサポートしてくれる海外の企業として、空自最新鋭戦闘機 F35 ライトニング2などのステルス戦闘機を製造したロッキード・マーティン社を選ぶのだろうと推測され、実際に調整も進められてきたようです。現職総理の逮捕で大騒ぎになった昭和の大義国ロッキード事件を連想するまでもなく、ロッキード社と日本は、長い付き合いがありますね。一方、アメリカ空軍は、かねてから計画していた第6世代戦闘機 NGAD、ネクストジェネレーションエアードミナンス、ネクストジェネレーションエアードミナンスプログラムが開発段階に入ったと発表しました。NGAD とは、第5世代戦闘機、F22 の後継機となる第6世代戦闘機開発計画ですが、内容としては、ドローン、AI センサーを保管、自律戦闘が可能な無人航空機、敵の脅威を免れるシステムを開発する計画で、2030年代には F22 と交換開始を目標にしています。こういったことから、ロッキード・マーティン社としては、今回、空自が開発を進めている次期戦闘機は、既存機の F35 ライトニング2の延長線上にあると判断したのでしょう。後継機開発のタイミングが合わない、日本側が開発の主導権を持つので、技術共有に対して消極的などの理由が考えられ、結論として共同開発のメリットを感じなかったのだろうと受け止められたのです。日本側としては、提携先がアメリカ企業に限定されることについては、苦い経験があります。F2 戦闘機は、F16 戦闘機ファイティングファルコンをベースとして、大型化し、改良されて開発されたのですが、システムなどの情報がブラックボックス化されて、日本は、知ることができなかったのです。今回も、心臓部の情報が開示されないのではないかという懸念もありました。こういった状況を考え、イギリス空軍の主力機ユーロファイタータイフーンの後継として、テンペスト戦闘機開発計画を、BAE システム社を中心として言っているイギリスが共同開発に浮上したのです。日本の次期戦闘機とイギリスを中心とするテンペスト計画では、すでに、機関部の実証機を共同開発しており、さらに、
レーダーシステムにおいても共同の研究を行っていますが、イギリスならパートナーとして対等な立場になると考えられます。現在の日英同盟なんていう声もあるようですが、イギリスの次期戦闘機テンペストの開発は2018年から開始されました。日本の次期戦闘機と同時期の運用開始を予定し、開発予算として3300億円を計上するそうです。開発にあたって日本では三菱重工業が主契約者となり機体を担当し、 IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当します。イギリスでは BA システムズ社が機体、ロールスロイス社がエンジン、イギリス法人のレオナルド SPA が電子機器を担当することになっています。ロールスロイス社といえば高級車で有名ですが、実は劣気とした軍需産業なのです。高級車で培ったエンジンには定評があるそうです。そしてイタリアからはレオナルド社とアビオエアロ社などの企業が開発に参加するそうです。日本がイギリスとイタリアを共同開発パートナーにすることには少なからず問題があるという見方もあります。しかし防衛省はこの3カ国で共同開発することによってステルス性能などの技術が結集できるし、費用も分担できるし、優れた戦闘機を効率的に製造できるので開発コストが抑えられると見ています。日本の次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた XF9 エンジンですが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力やステルス性確保に対する推力などもハイクオリティで、次期戦闘機に十分に対応できる品質であり、2018年に IHI 社が防衛整備省に納入しています。改めてアメリカ空軍の NGAD を見てみましょう。これによって第5世代ジェット戦闘機よりさらに先進的な設計になるとされています。この第6世代戦闘機 NGAD において、新型エンジン最大の課題は、消費電力が著しいアビオニクス、電子機器類から発生する熱を解消することと言われています。そこで、アメリカ空軍は、次世代戦闘機に搭載する新型エンジンをアダプティブエンジンと呼び、推力の向上、熱管理や燃料消費の軽減を目指して開発を進めているのです。一方、イギリスのロールス・ロイス社が開発するエンジンは、今後、電力を大量に消費することが見込まれるため、スモールコア電力、熱制御、すなわち、中核は小さくても、電力は大きく、発生する熱をコントロールすることに取り組んでいます。イギリスやイタリアの技術は、世界最先端の戦闘機技術を有しているアメリカと肩を並べるほどではないとはいえ、日本よりははるかにレベルの高いものですから、共同開発を行うことは画期的な取り組みではないでしょうか。今回、イギリスと次期戦闘機の共同開発が報じられましたが、実はこの2国は8年前の2014年7月から共同研究を始めています。成果としては、アメリカのステルス戦闘機 F-35 ライトニングに搭載する新しい中距離空対空ミサイルズナム、ジョイント、ニュー、エアートイヤルミサイルがあります。ズナムは日本がアメリカ以外の国と手掛けた初の防衛装備プロジェクトとなりました。日本とイギリスは2018年12月、ズナムの実証に関する共同研究を始め、研究施策の段階に移行しました。2022年度には、
試作を終了する予定です。日本とイギリスが共同研究しているスナムは、ヨーロッパの武器製造企業の MBDA 社が開発したアクティブレーダー誘導の長距離空対空ミサイル、ミーティアに三菱電機のシーカーを組み合わせたものです。この高性能シーカーは、AAM-4B 空対空ミサイル用に開発されました。このミーティアは、高速を維持するエンジンが特徴的で、ターゲットまでの誘導能力は低いのですが、同種類のミサイルの中では、トップクラスの射程を誇っています。スナムは、ターゲットの追尾、探知能力に優れています。ミーティアは、イギリス空軍、ドイツ空軍、スペイン空軍、イタリア空軍のユーロファイター、フランス空軍のラファール、スウェーデン空軍のサーブグリペンなどの戦闘機に搭載されています。ミーティア空対空ミサイルのデータを紹介しますと、直径 17.8cm、全長 365cm、重量 185kg、射程は 100km 以上あります。これは、アメリカのレイセオン社の製のミサイルを上回る射程を誇ります。ロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング2の機体内兵器庫、ウェポンウェイに、ミーティアを4発搭載可能にするため、制御翼を小さくし、空気の出入り口、エアインテイクの形を改良したのが、スナムなのです。この改良型のミサイルに搭載されるレーダー、シーカーに関して、日本とイギリスが共同研究を行ってきたということです。2016年1月には、スナムが実行可能な見通しが立ったということで、研究の第一段階が成功し、第二段階への移行が確認されました。2017年12月には、スナムの試作研究及び発射試験を進めることになりました。さらに、2022年2月、日本とイギリスは、次期、戦闘機の高性能センサーシステムを共同で開発すると発表しました。この次期戦闘機用の次世代電波センサーシステムは、ジャガーと呼ばれます。次期戦闘機には、広範囲でのサーチ能力が要求されるので、ジャガーは、次期、戦闘機が、正確に素早く標的を発見、敵の監視能力を無効にする能力を向上させるなどの共同開発を行っているのです。防衛省担当者によると、この高性能レーダーは、能力の向上を見据えたもので、次期戦闘機に実際に適用するかどうかは、将来の動向を踏まえて判断するということです。